こんにちは、ハリーキリノです。今回は大輝の X2 視点になります。大輝って言っても分からんから、勇者の方が分かる人いるかな。では一試合目から見ていきましょう。対面はエンドレスワルツのウィングとクシャートリアですね。相方はナノハクのクアンタになってます。それでは見ていきましょう。この編成やとクアンタバリア待ちですね。バリア待ちなので、初めは中距離してクアンタバリア溜まったら攻めるって形なのかな。最近のクアンタで結構ずっと逃げてバリア溜まったら攻めるっていう立ち回りが多いんですけど、ナノハクは結構攻めるんでね。大輝がちょっとエンドレスワルツにちょっと粘着されてて、まあ粘着ってエンドレスワルツね、抵抗今すめっちゃ強いんですよ。でマント一発で剥げるんで、ちょっと相性は良くないですね。今日はエンドレスワルツがこっち来るんで頑張って逃げたいが、しょっぱなマントがないんで降りてく使えず、ここはしっかり避けますね。ここゲロビー当たってしまうと、ショッパー226ですけど、ここからチャージから N 角前派生からのアンカーメイント、いいっすね。このキャラ下派生と特化派生に目が行きがちですけど、実は前派生やってすごい早く切り上げて離脱することができるんで、あんな感じでダブルやったら割と前派生使うのを押してます。でここは減ってるのでちょっと遠距離かな、まあ、明るく長いんでチャージショットを垂れ流すか、あとは曲がるゲロビでねダメージ取っていきたいところ。でここはバタラから当たってサブ一発で強弱ロケ刺して、こっから高速コンボですね。この高速コンボなんかなくならんすよね。前作何やったっけ、 X1 とかそこら辺なくしたくせにこのキャラだけずっとあるんすよ。なんかアンカーというか特化合成のダウン値上げるかなんかしてなくした方がいいとは思うんですけど、まあ、修正されないんでそういうことでしょう。でここ相手覚醒来たんで、こっち隠されるから割るかな、割るかなと思いきや相方のサバーニャが流れて、うん、いいっすね。でこのまま逃げ切りたい。相方覚醒の相手覚醒とフル覚ですね。ここはもう逃げとけばいいん でレバー特殊で迎撃してゲロビを流し、この状況にちゃんと相方と離れてるんですね。一緒にいて相方が落ちちゃったらいきなりダブルになっちゃうんで、距離離しとくのは正解です。でここはちゃんと避けて逃げますね。こっからはほんまに減りたくないんで、もう緑ロックでもいい感じちゃうから、相手両方減ってるんで、あとは最後のエンドレスワルツの覚醒かな、怖いの。ここ逃げつつ相方がクシャトリアを復活させたんで、ここはもう逃げとくだけですね。ここは逃げて向こう覚醒してきて横振って、でここラグったんかな、着地になっちゃったけど、これ熱波せずにそのまま起き上がりチャージの強気に振り合い振り合い振り合いやって、格闘家はサブキャンあるんでちゃんと格闘当ててからサブキャンして、で相方が決めてくれてフィニッシュですね。やっぱああいう状況もね、まあ、振り合いになったら結構みんな頭なんか振り合いになっちゃうんですけど、とっさにやっぱりレバー特殊したりサブするのも強いですよね。では第2試合見ていきましょう。あと大輝は今作 GGGP パン君と出るんで、どれぐらい勝ち上がってくれるか楽しみですね。では第2試合が忍者忍者と、まあ忍者忍者これはね対マンされるんでちょっと怖いっすね。区内からでも300超えるんで今、しかもその区内がすごい性能いいんで区内は当たりたくないところ。あとはムーブ的に何も当たらないんで、近距離はレバ特殊以外は封印やと思いますね。これはなのでとりあえず近づかれたらあまり何も打たずに、そうですね、このようにしっかり避けてどっかへレバー特殊者を刺すっていう立ち回りが大事ですね。一回食らうと300なんでちょっとシャレになってない、ね、うまいこと正解にして、ここから高速コンですね。でこれは周り見てるな、ちゃんと助けに来てたのでチャージやって、いいね、やっぱこういうなんかアドリブがすごいな。おお、なんやこれ、俺もこれこういうの練習したけどまた違うルートなんかな、やり方いろいろあるみたいなんでね、
でもちゃんとしっかり逃げて、アンカーも出すようになりましたね。前捨てのメインとか、前特化業務で多分アンカー出してるのかな。さっきよりなんかアンカーをちょっと牽制して出してますね。相方が助けに来てくれたので、ここは距離を取ってますね。向こうミリミリなんで、向こうの覚醒が怖いですよね、これ。これ有利やったとしても、向こうの覚醒だけでひっくり返されるんで、F 角、F 角は。これ、落として、これはいい感じやな。クアンタもまだ350。覚醒あるんで、ここで覚醒入ってどっちか割らしたいね。でもこうなると、この後、クアンタが落ちた後に、ダブル覚醒でクアンタ即死ルートもあるんで、なので、とりあえず、体力少ない方に覚醒ぶつけて吐かせようとしましたね。でも吐かせられず、ここは相方落ちるんかな。ちょっとこっち一発食らったんで、まだ逃げたいですね。ほんまに。メインよっぽ。やばすぎやろ、メインの当たり方。えぐいなぁ。ダウンさせられ、向こうの覚醒が、クアンタ肉が、クアンタね、ぴょんかかるから、他のキャラと違って、逃げれるんですよね。F 角とか S 角から。遅延行為できるんで。ダウンさせられ、ここは、シピーゲル来るが、さてどうする、向こうは吐くか。で、ここで、クアンタの横効果か。あ、シルビ覚醒ね。で、向こう吐けずに落ちましたね。ここででも、向こう吐いたりすると、まだ全然ワンチャンあったんで、F 角怖いですね。では、第3試合見ていきましょう。やっぱな、うまい X2 はな、レバ特殊はそんな安易に打たないんですよ。最後の最後まで持ってるんで。相手が上手くなれば、やっぱり X2 のレバ特殊はね、警戒されるんで、ずーっと持っておくことをやっぱり強いと思います。で、第3試合が、ストフリザカーメですね。こっちは相方排入になるんで、これは排入の強振が溜まるまで、ずーっと中距離して、向こうじゃないわ。相方が強振したら、ちょっと一緒に攻める感じかな。これゲロビュー流すが、流せず、今日もやっぱ溜まるまではガン下がりですね。で、レバー特殊化の、石灰のチャージを当ててダウン取って、で、そろそろ溜まったね、強振。ファンネ飛んでくるんで、ここでファンネル型っていうのを見てビーム打って、近くにザクアメいたんで通り越すようにね、逃げましたね。で、ここはゲロビが当たらず、ザカメね、実弾なんでね、マントがあんまり意味ないんですよね。とはいえ、X2 のマントは降りてくようなんでね、ほぼほぼ。で、ここは、レバー特殊打って、サーチガレチャージやって、レバー特殊当たってましたね。結構こうなるとね、X2 強いっすよね。相方も減ってないし、ずっと中距離しながら、多彩な降りてくでね、相手の射撃を、避けれるんで。で、ここも相方570なので、ここはちょっとミスったかな、降りてく。で、起き上がりチャージするが取れず、取りに行こうとしたら、まあダウン値溜まってたんで、ちょうどダウンしましたね。ここでダウン値が切れてたら、もっと痛いダメージを食らってたんで、でも相方490の400と。これはね、どちらが落ちてもいいように動くべきだと僕は思いますね。ですと、振りがミリと、で、マント来て、ザカメ側は一人で来てるんで、ザクアメを見て、相方が今固めてましたね。取れるかな、取ってもらって、こっちはストフリ引きつけ、そのまま逃げると。で、ゲロビを流そうとするが、しっかりガード、うまいな。うまい。で、こっちもレバ特殊とチャージとメインを牽制して、弾幕だけ貼っとき、無理には行きたくないが、着地に取られてしまう。この状況は難しいな。難しい。いや、でも、排入が強振中なんで、排入にロックが集まるんで、こっちはゆっくり、緑ロックか赤ロック切り切りときましょう。この時の排入はね、勝手にロック集まるんで、投げ方は無理せずにファンネルだけ飛ばして時効待ちっすね。まあ、これは、排入が、前行って、一気に減らされても、その後、覚醒で低エコから減らされても困るんで、もう両方とも減らずに、体力残すのが理想ですね。時間かけた方がこっちは強いんで、その代わり時間かけた時にタイムアップになった時にやっぱ3000人は不利なんで、そういう状況だと、まあ、正直3000が逃げた方が僕はいいと思いますね。25が先落ちしてもね、向こう3000先落ちだからコスト的にはまず有利なんで。で、ここは排入が食らってちょっとまずいが、
まあ、240でしょ、こっち95なんで、これは X2 先落ちを選択した方がいいかな。そんでフル角とか入って相方をフル角にした方がいいと思います。ここでザック闇に攻撃当てて、ダウン追撃ビームで落とすと、ここもゲロビーうまいこと流しましたね。ここも前ぶしてパパッと落ちてもいいんかな、落ちなくてもいいけど、まあ使って攻めに行きましたね。ここで覚醒を使わせるか、使わせて近くにザカメ板が落とされる。でもこの状況やとハイニューが最後を吐いてと思いきやゲロビが流れてフィニッシュか。今のはでも危なかったですね。でもハイニューは半角して逃げれば勝ちなんで、はい、これで X2 視点は終わりになります。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。